はようございます。おはようございます。はい、まんま復活計画、はい、シーズン3、はい、まあ、前回、はい、天敵のからくり倒しまして、やっつけましたね、ちゃんと。なんかやっとフラットな状態で実戦に臨めるなって。あ、ずーっと心に引っかかったものがね、引っかかってたんで取れたからね。まんまいを目指す者が負けるなど言語道断。万が一さまいがマイナスになった場合は、まんまいを出すために必要な能力を養うべく、まんまい修行に励むものとする。今日は、はい、大事なんですけど、はい、ちょっと機種が、まあ、先に言いますよ、うん、戦機絶唱シンフォギア、はい、今導入集なんですよ、はい、で一応1回だけ打ってきたんですけど、はい、史上最高難易度じゃないかなその最高難易度っての分かってて、はい、それ避けるという選択肢はないんですか？ないですね。あ、ないんだ。むしろみたいなところなんですけど、うん、万枚突破率自体は高いらしいんですよ。あ、そうなんですね。はい、その難しさはそのポテンシャルの裏返しではあるらしいので、はいはい、知らないですよ、うん、やったことないから、まあ、実際はね、はい、あんだけむずいんだからやれた時はすごいだろうという。すごくなきゃおかしいぐらい難しいんでじゃあ今日ぜひやらかしてください。うん、なんかすごいこと起きたいですね。絶唱してるかもしれないね、終了時に。松間が、僕が絶叫じゃなくて絶叫および絶唱してるもう行きましょう、はい。はいはい、シンフォギア取れましたね。取れましたんで、はい、では早速行きますか。お願いします。はい、じゃあまずゲーム性を簡単に、はい、この台も初当たりはすべて AT なので、初当たりすべて AT、はいはい、まあ、打ってれば AT は何回もやれます。はい、はい、で AT の当選ケーキが主に4つかな。4つ、レア役、はい、チャンスゾーン、チャンスゾーン、手紙チャンス、手紙チャンス、はい、で天国、天国、はい、ゲーム数で当たるってことね。そう、天国移行すれば、はい、まあ、天井が100ゲームになるんで、うんうん、まあ、勝手に当たってくれます。で基本的に、まあ、メインケーキとなるのがレア役なんですけど、うん、中でもこのピンク図柄、これが揃うギアフラグっていうのが一番大事な役で、うんうん、ギアフラグ成立時の当選率は通常で約 26%、はい、合格で 50%、はあはあ、なんでまあまあ通常でも十分期待できるんで。あ、これで前兆ステージですね。発令状、はい、あ、天国行ってくれるといいな。そうですね、まあ、一応最大天井777なんですけど、はい、リセット後だけ、約498、うん、だ500ゲームぐらいで当たるんで、これで8点ですね。8点、どうですか？ちょっと微妙ですね。勝利期待度 2.5。で基本仲間参戦してくればチャンスアップって感じですね。残念。ああ、アサルト。お、あ、これは後で説明します、はい、行ったら天国にはいなかったと。天国来て、はい、うん、なのでもう自力で当てるしかない。そうだね、天井はまってる場合じゃないよね。朝からはまってる場合じゃないですよ。まあ、前出そうってんだからこっちとら。ただまあオープニングでも言いましたけどマジ難しいねこの台本当に。今その難しさを体感してるわけだね、まさに。いやいや、まあまあ、まあ、こんなもんじゃないで今、はい、このベルの小瓶も一応まあレア役的なホニクメっていうフラグなんですけど、これ引いた時にこれが今ちょっと溜まったんですよ。あ、溜まったんだ、はい、うん、でこれがマックスまでいくとそのギアフラグの高確率状態いくんで、はあはあはい、まあ、これも大事。お、引いたかな。あ、来ましたね。これで、まあ、AT のチャンス、はい、でギアフラグ引いたときは基本的にこの前兆ステージいきます。楽曲がスタートしちゃったよ、はい、で、まあ、このトラックが進むほどチャンスって感じかな、基本的には。まあ、一応どの曲から始まるとか、はいはい、この曲の順番とかでも最後変わるんですけど、
ガンバレットキスキスキス。ちょっとどうですか。強いですね。当たるかも。お、なんかトラック上がった。あ、またいた。いた。あ、めちゃ強ですね。どう見ても強い。そうだね。歌ってますもん。当たりそう。見るか。最初だし。ちょっと見てみよう。はい。これ引いたからこの演出が起きてるのかな。いや、もう当たってたっぽいですね。当たってるのかな。長い。なるほど。ああ。ああ。はい。8点、227ゲーム。まあまあ早い方じゃないですか。はい、3戦。ちょっとドキドキした。当たったんだね。あ、当たったんだよね。はい。マジで？嘘でしょ。なんか嫌な予感したんだよな。いや、超熱いっすよ。なんか嫌な予感したんだよな。はい。はは。514ゲーム。514ゲーム、はい。天井から AT、はい、投資が1万8000。はい、18本。はい。で、まず、初期ゲーム数の特化ゾーンからですね。特化ゾーンというか、うん、まあ、この成立役に応じて報酬をもらえると。おー、だこれですよ、目指すべきは。絶勝だね。ギアフラグ引けば絶勝もらえるんで。おお。ああ、まあまあまあ、ベルなんで50ですね。ああ、一応最低ではないってことね。はい。ははで、こっから AT、アクシズラッシュ。はい。で、ゲーム数管理で、まあ、いろんな経緯からゲーム数乗せていくんですけど、目指すべきはギア V チャンスっていう。ギア V チャンス、はい、はい。まあ、そこに入れないと始まらないんですけど、まあ、どうやって入れるかというと、ここですね。枚数がポイントで出てますけど、はい、これが規定枚数到達すれば抽選を受けられると。あ、へー、はい、で最初、50枚のところで約 40% でもらえるんで。ああ、なるほど。まずそこでもらっておきたいね、はい、ちゃんと、はい、で50ダメだったら以降は100、200、300で、100ゲームごとに抽選。100ポイントごと、はい。で今50踏んだんで店長行ってなんか行きましたね。まずいか。この 40% 取れなかったらだいぶきつい。あ、ここはきっちりものにするのは前提だね。はい、頑張って。ダメそう。残念。あ、40% 取れず。はい、そっか、なるほど。こうなると、まあ、自力でギアフラグ引かないときついですね。やばい、残り少ない。やばいですよ、当然やばいですよ。天井 AT ですからこれ。ラスト、はい、174枚。あー、駆け抜けてしまったか。ちょっともう忘れてください、この AT のことは。わかりました。あの、ギア V チャンスやんないと何にも始まんないんで、うん、これなし。あ、なしね。なし、ノーカン。はい。引いた？引いてない。40。あー、最低ゲーム数だね。はい、まあ基本は40か50なんで。まあそうだね。次は50枚とかで取りましょう。そうだね。
でここのなんかロケットみたいなやつの、はい、これ色変わっていくと期待度上がるんで、あ次の50でもらえるかもよっていう、ね、はいはい、あもらえそうですね、あまあ大丈夫でしょう。強い、はい、これで、うん、ギア V チャンスと、ギア V チャンス、はい、はい、で、ギア V チャンスは ST タイプの上乗せチャンスゾーンっていうイメージかな。あ ST タイプ、はい、でちょっと複雑なんですけど、こういうキャラがおりますね、うん、でこのキャラごとにまずバトルへの移行抽選をします。はいはい、はい、で今響きで、でベル引けば 50%、 あベル引いたら 50% でバトル、あ行かず、あいあいかず行かず、で次翼ですね。え、まあ翼か、ベル引いたよ、あ行きましたね、あでこれでバトル行ったんで、うん、次のゲームで、ギア V アタックっていうこれが特化ゾーンなんですよ、うん、これを取れるかどうか、あ、はい、次のゲームでね、はい、でベル以上引けばもらえます。ベル以上ね、はい OK です。ああこれでダメだったと。で次のキャラ、ああもうとにかくベルが大事で、ベル取ってるね、ああああああ、でこの間あの、うん、純蔵現状維持になるで、うん、そう毎回ナビ出るわけじゃないんですよ、はいはいはい、だから基本自力で引かなきゃいけない。めっちゃ引いてますけど、うん、ああでもちゃんと2分の1だね今、はい、うん、ここで引かないと意味がない、意味がないんだね。ベル出て、これ何目だったかな、まあ、止まればもらえますね、はいはい、あこれで、うん、ギアブアタック、これが特化ゾーン、うん、でこのキャラごとに上乗せのシステムが変わるのかな、うん、性能自体はそんなに変わらない。最初告知上乗せ、はい、でこのプッシュを取っていって最後にまとめて告知、へえ、いっぱい取って何個取る、18、 OKOK、 18いこう、12もうちょい、12です、うん、あはいはい、あそういうことね。で26ゲーム乗って、あなるほど、で ST タイプなんでまた戻ります。おーおお、楽しいじゃん、はい、で、うん、目標は5人全部取る、そしたらすごいになる。なるほど、はい、お取ったよこれで、うん、青は誰だっけな、翼、翼だね、翼ですね、うん、次は許さぬ翼だよ、はい、で翼は、このおしゅんナビ、うん、出た第一のとこのゲーム数をもらえると、はいはい、え、うちゲームだけ、いや、あ何ゲームか、このエンド引くまで過ぎます。あーお願い、早い早い、5ゲーム早いでも、うん、いいんです、いいのこんなのは、こんなのいい、この全員を取るっていうのが、5人クリアするっていうのが目標なんで、はいはいはい、ナビ出てますけど、50取ってる、いやこれ、うん、マジで2人取ることもなかなかないですかね。どうマジで頼む、あーテンパなかったか、出るめっちゃ出るよ、ね、ここうまいな、うん、バトル移行はめっちゃうまい、取れ、あーあードキドキするな、うん、あーベル引いといて、よしよしよし、これまだ取ってないキャラ、そうだよね、取っとけ、ああでラストジャッジは、もうバトル行ってる状態から始まるんで、次ベル以上引ければギアウェアアタック入ります。お、
頼むよ。おお、あぶな、すごい。だこれもう一回やってるキャラですけど、とりあえず戻せたことがでかい。あー危ない、さっきいっぱいもらったもんね、この子は。そうですね、あの現状めっちゃうまいっすよ。あ、上手にやれてんだ、はい、16個、さっきより多い。22、少なくないさっきそうだねまあまあまあ、うん、またこうゲームだね、はい。まだ取ってないところで取ると、そうですね。あ、フォニック目、うん、まだ取ってないよね。取ってないです。あれ、あー、惜しいでも取ってないですよ。おお、あ、難しい。無理よ、2ゲーム連続ここは引けてるな。またラストと、あ、まだ見たい、まだ見てたい。これ、まあ、マリア取ってないんでね、うん、あ、お願い、あれあれあれ、ああ、これで終わりですね。でトータル58ゲーム、はいはい、でまた8に戻ると。あ、まあ楽しい時間は長くやれた感じあるけど、はい、だまあ枚数的にはあの間現状以上なんで。そっか、まだ200枚しか出てないのか。そうですよそうですよ、いろいろ起きたように見えたと思うんですけど、体感的には5、600枚あってもおかしくない。2500枚を目指してるんでね。そっか、発見して、ダメそう、厳しいかな、残念。でラスト5ゲームと。300は無理だもんね。無理ですね。いや、装填されましてももう無理よされましてもまあ一応ギアフラグいけば 50% でギアVチャンスいくんで。ああ、そうなんだ、はい、通常でも、うん、はい。283枚、はい、はい、これが普通です。なるほど。まあ、何回も AT 入れてどっかでなんかそういうこと起こすしかないんで。ああ、そうだね、もう数をこなしましょう。了解。いいですね。おお、実練してますよ。38ゲーム3回目の AT。 いや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 それは勘弁してくださいよ。ダメかと思ったけどいけたんだね。よかった。162ゲーム、はい、4回目の AT、はい、40ゲームと。なんか新しいことやらないと。ああ、いきなり降格上がったな。多分ここでスイカとかいけたら熱いんだろうな。あ、スイカとか来ましたよ、うん、ほら、うん、これ、うん、おう、うん、これでシールチャンス、まあこれ1ゲーム完結でまだ報酬もらえると。はいはい、ああベルだ。 V ストック取ったんで、うん、ギア V チャンスの、まあ、勝利ストックみたいな。ああ、はい、はいはいはい。あ、なんで1回は勝てます。ああ、30もらって、でストック出てきて。ああ、まず使うのね。はい、
で響くと。さあ、あと4人ですよ。あ、いい感じ。お、でかい。え、でかい。35。いや、もう決めましょうよ。はい、頑張れ。あ、よしよし、上手い、上手ですよ、上手。これで2人だね。はい、まだ3人は取ってないんじゃないか。あれ、一番最初取ってなかったっけ。いや、全部2じゃないですか。21。いやー、いいんじゃないですか。2目。あ、追い込まれた。戻せ。おお。うまいな。うまいね。ST ジョーズ。ST ジョーズですね。最後に戻すのは ST ジョーズだよ。ちょっと精神的に疲れるんだよな。毎回追い込まれる。毎回追い込まれるとね。どうせ取るならやっぱまだ取ってない人でやりたい、ね、そうなんですよ。20。ラスト。また2人ですね。2人か。ただ106ゲーム、ね、取ったね。まあ、最高ですね、うん、今日で。さっきの、うん、あのアクシズメっていうのを、うん、状態によって出現率変わるんですよ、はい、で、あれの広角行ってたら熱いんですよ。バカバカ、あれが頻繁に止まるから。あ、いや、行ってますね。あ、行ってる。本当だ。うん、あ、ギャフルがいた。あ、さっきスイカで乗った時ってもうそのままアクシズチャンスの広角になるんですよ、そのゲーム数が。あ、スイカでこれをもらったんだ。はい、じゃあ、あのカットインがいっぱい来るかもしれない。来るかもしれない。てか引かないとダメ。これはギアフラグの状況かな。ああ、行ってますね。おうおう、もうなんかいろいろ重なってて分かんない。いろいろ重なってるね。はい、だ、攻め時ですよこれ。はいはいはい、だこのチャンスをいっぱいもらえるわけですから、激アツですよね。よしよしよし。お、まあもう最低限。お、あ、始まったのかなこれ。まだ63枚ですから。え、本当だ。そっかそっかそっか。そう、だからもう5人取らなきゃダメなんです。ああ、そういう台です。はいはい、青カットイン、あ、もらった。いやー、怖っ。まさか。あー面白い。いいな、ドキドキするね。頻繁にやれるのいいな。そのうちいけるでしょ。疲れちゃう、なんか首の筋肉痛い。そう、疲労とこう出玉がちょっと見合ってないんですけど。そうだね。でもまあまあゲーム数めっちゃ乗せてるんで。いざ飛ばん。あー、残念。はい、とりあえず1人目。1人目だね。あ、これやってないな。あ、初だね。これかすれば1ゲーム以上。そう、この最低を乗せゲーム数がどんどん上がってくんで、あ、続けば続くほどってこと、
まあ、とにかく子役を引き続けろと。上がんないな。全然上がってくんないですね。さあこの間はナビ普通に出るんで、7ゲーム7だよ、はい、あなた、まあまあいいんですよ。いざとバン、うん、いいですよ。2人目、はい、あ、これか、はい、はい、右ダメよ。これで50取りますわ。あ、あ難しいな。あと3人、初の3人目取るぞ。右ですよ。よし、よし、3人取った。あと2人、ああ、ああおう、いや結構もうゲーム数持ってますよ。そうだよね、はい、頑張れ頑張れ、もう画面とけ画面とけ、あお、まあまあまあ、あと2人、あと2人、あ、ちょっとでもこれ最後にいるのはめっちゃいいんですよ。そうだよね、確かに。よし、ここだね。ベル以上引いたらリーチですからね。勝負どこだね。お、リーチだ。リーチですよ。え、やばいやばい、もうやりたくない。4人取ったよ、やばい、初めてなんですけど。うわー、ドキドキする。どうしよう。絶勝できんのか。おわ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 、どうなるの、ゲームでこうなったり。まだだだ、おお、36おで、リーチだね。で2番目にいますね。あ、2番目にいるんだね。なになに、なんでか、ちょっとゆっくり見して。あ、ちょっとポニック見ちゃった。あ、これは5人取ったらギア V アタック EX っていうところ行くんで。ギア V アタック EX ね。次だ。ふぅ、決めてくれ。2回も引くのか。決めちまえ、決めちまえ。ナビ出てる。とりあえず 50%。そっか、50%か。いやー、マジか。今日一大事なレバーが来ましたね。はい、お願いします。右、じゃあもう一回戻さないと。そうだね、戻そう戻そう、めげてる場合じゃない。この4、このリーチはこれも逃せない、逃せないもんね。これやり直しきついよ。よし、戻そう、戻すためのレバー。うわ、マジで、やばいな。おお、すごい、危ない。延長戦もう一回やれる。はい、ここですね。ここだね。
マジか、引きましたやん。50パー取れなかったのか。引いただけ頑張ったでしょ。戻そうぜまた。ちょ求めすぎでしょこの台。も応じて、求めに応じてくれ。戻せ、もう一度も、あいやむずいって。リーチしたのにな。117円。でもすごい乗せたね。残り、あーあーまた引いた。ああ、そっか、絶対じゃない。結構っすよ残りゲーム数300。おお、309ゲームで、まだ降格も11ゲーム残ってるんで頑張って。はいはい、どういう。もうマジで引いちゃいたい。早く解放されたい。ああ、まあいいでしょう。よく世に行ったな。そうだね。あー、アンチョックなレバーオンだったな今。あ、2冊乗せられるか。5ゲーム、ね、5ゲームだけだね。まあ一応線は踏めると思いますけど、はい、まあさすがに薄いと思うんで。あ、線でもらうことが、はい。まあでもな、1000枚出すのこの難易度だったら薄くなくてもいいよな。そこそこあってもいい。そこそこあってもいいでしょう。マジ難しいですよ1000枚出すの。確かに、めちゃくちゃ頑張った感ある、ね、はい。まあもうすぐですね。はい、はい、これで1000枚。一応上位 AT の抽選もしてくれるんですけど、どうなるだろう。どんな感じなんだろうね。まあ上位 AT なくてもギア V チャンスぐらいはくれんのかな。はいはい、貫けって言ってたよ。え。まあギア V チャンスですね、はい、これミスったらもう終わりですね。そうだね、もうゲーム数ないからね。はい、はい、もうラスト20ですね。終わっちゃいますよ。終わってしまうぞい。もう二度と1000枚出せる気しない。いやいやいや、なんか S 起きますよおい。1ゲーム早いって噂が早いですよね。もう1ゲーム引けばいいか。もう1回、もう1回ここで。はい、1131枚。いや、めちゃくちゃ頑張ったでしょ。めちゃくちゃ頑張った、はい、こっからこの番組すごいですよ。もう超シリスボミな、そんな感じになっちゃう可能性高いですけど、うん、頑張ります。本当にもう何も起きない気がする。予感、はい、確か厳しいかもしれないけど、まあ初当たりはすごく早く行ける。たまらず当たったね、157ゲームなんとかプラスのまま161枚、はい、特定設定否定ですねこれ、367ゲーム、はい、6回目の AT、 はい、はい、255枚、103ゲームギアフラグから7回目の AT ですね、はい、スイカを粉々にしている、はい、118枚、突破して8回目の AT、はい、140枚、はい、むずすぎ。95ゲーム天国ですね、天国ですね、はい、9回目の AT、はい、はい、84枚、100枚以内、はい、96ゲーム天国から10回目の AT、はい、
76枚自己最低記録ですね。76って、はい、全然出ねえじゃんこの台そういった気もなるわな。はい、飲まれました。飲まれたね。追加通します。はい、後半中は書き換え抽選やってますよ。ははは、おお、うまっ、すごいいいとこで引いたんだはい、96ゲーム15回目ですね。はい、ちょっと引いたばっかだからな。引いたばっかだからこそ赤いです。マジでお願いします。もう引いたばっかだからこそ、やった、マジで、やったぞやった。すごいね。このために打ってたんですよこの台。なるほどなるほど。じゃあ万枚出しますか。よし、お願いします。ちょっと初めてやるんで。はい、あ、おなじみの守ろう。これはそりゃ歌うでしょう。あれちょっと泣きそういいよ泣いても嬉しすぎてすげえ、すごいです。いやーめっちゃ出そう。こっからかな。はい、まあ、5ゲーム間マイゲーム上乗せで平均100ゲーム、うん、ちょっと100は超えたいな。あいつはまだ続くのかな。60ですね。60、ただなんか書いてある。なになに、もうちょっと見ようよ。はい、束ねてあいつに。あ、ゴールドは上位 AT なんで。すごいな。めっちゃ言ってる、めっちゃゴールドって言ってるもうゴールドすぎてゴールドじゃないみたいになってはい、ジョイ AT ですね。で、まあ純増約5枚に上がるんで。はい、で一応消化中ゲームツアーの瀬と、まあ疑似ボーナスの抽選やってて、それが大事なら引かねばね。そうですね。フィーバーだとなんか当たったのかな。あ、これですね、シネフォギアボーナス。で20ゲーム固定でゲーム数合わせだったり1ゲーム連の抽選もすると、うん、いやもう疲れるなすごいな、ちゃんと引くなんて。戻ると、普通の上位に戻ったんだね。はい、おお、すごい音してる。うわ、なんか V プラしてる。リーチ名出る可能性あって。ああ、ボーナスもらいました、ね、なるほど、このボーナスの連打というか。はいはいはい、いや、ありますよ万枚。いや、万枚出す番組ですから。だって上位差し引いたらあんだけ出なかったんですから。そうだね、これ入ったからにはめっちゃ出るってことでしょ。出てくれないとだよね。はい、はい、
で、絶勝バトルと。ネクスト絶勝バトル、はい。で、ゲーム性は通常時のチャンスンと一緒です。あー、あれか、はい、あー、はー、はー。で、引き戻し期待度が約 60%、うん、勝てばまた上位ってやれるんで、めちゃくちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事。一回戻せたらとりあえずプラスはいけるかな、うん、また押し順が大事ですね。ここで勝ったらゴールド絶勝っていうより強い特化ゾーンもらえるんです。いや大事だな。頑張ろう。奥義取ろう。まずは怖い怖い怖い。右だね。右ですね。いやーちょっと大丈夫かなこれ。まだあと8000もありますよ。やばいってそれは。うわ、もらえなかった追撃。あ、次もらってないのか。いやもう頼む。やばい、これまずいっすね。これはやばいんじゃないか。え、あ、追撃。はい、いやもうこの奥義はもう絶対です ね、うん、どうしようかな。さりげなく叩こうかな、バレないように。誰に。第2、第2ね。怖い怖い。やばいって。もうラウンド5ですよ。まだ半分以上あるよ。いやきついきつい。ほら絶勝って書いてあるよ。あこれ真ん中引けば絶勝ってことだね。はい、引けばまた上位やれます。大事だぞ。さっき真ん中でしたもんね。引いた引いた、うん、さっきと同じ感じで。怖い。よし。素晴らしい。危ない。素晴らしい。どうしたね。危ねえ。オラオラだ。マジでやらかすとこでしたね。オラオラ来ましたね。あー、よかったよかった。これでまくれるかな、多分。まくれるね。はい。はいはい。なんとか、2周目。危ねえ、終わるのだった。いや、マジで危ない、もう。もう面白いな。ああ、まあここはあんま乗んないのかな。もう次は楽に勝ちましょう。さっきのはちょっとかなり追い詰められた。素晴らしい。よしよしよし。下パレが消えて震えている。見たことあるぞこの演出。ああ、一目か。3回目ですね。はい、まあもう自信持っていきましょう。自信持っていこう、はい、ここは残り3000。うん、大丈夫かな。ちょっと不安だけど、これ真ん中引かないと怖いぞ。あ、真ん中絶勝だね。頼む。
残り2戦で、いや怖っ。まず書き換えて、じゃベルの 50% やばいって、2個あったらやばいっすよ。書き換えはするよね今日。おお、全部チャンスになりましたね。これで終われないってことね。まあ多分1000とかなんじゃないかな。あ、500なんだ。え、いけんのかな。頑張ろう頑張ろう、ここまで来たら。え、結構きつくないですか。頼む、頑張って。あー、お願いお願い、マジで。おい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 、何言ったの。めっちゃある。めっちゃある。何個あんの。18個ぐらいある。あー、おあ、ゴールド絶賞。お、確定だね。なんでかわかんないけど、まあでもよかったじゃん。やった。終わるかと思ってたところから最高の。へえ、おらおら、これで上位の初期ゲーム数特化ゾーンやれるんで、うん、ちょっとエンディングとか見たいですよね。そうだね、見たい、はい。どんぐらい乗るんだろう。すごいな、ハラハラさせるねこの。おうおうおう、騒がしいですね。頭おかしくなった。多分上の性能上がってるんで、うん、20もらって、ゲーム数は5ゲームなんだ。そうですね、50。ああトータル50、20、30、最低20なのかな。ぽいっすね。まあ、一応120、3桁はいきましたけど、終わらせるな、終わらない。150、もういっちゃう、うん、あーやばいか。あー、いってきた。200、もう1000枚ですよ。あー、すごいなこれ。やばやばいですね。やばいなこれ。はいはいはい、300、ヤバですね。これはエンディング見えんじゃないですか。はいはい、300ゲーム駆け抜けても1500枚。駆け抜けるはずがない。え、じゃあまあ4000枚ぐらいまでいけますね。うん、え、折り返すじゃん、もうすぐ。え、マジで出んじゃないですか、まんま。すごっ。すごい、すごあの一打でこんなことになるんだ。いや本当にもう、あそこで引けてなかったらと思うともうゾッとしますね。するね。すごい差ですよ。
引き強だな。いや引き強だよ本当そう思うよ。なんか変わったな、ずっと引き弱だったのに15年ぐらいたまりにたまったものが爆発してる。爆発してますね。あー初めて見るこれ。撃沈せよ。撃沈できるのかい。できるでしょう。自信に満ち溢れてる普通なかなか空中要素撃沈できるって言えないよ。いやできるでしょう、余裕でしょう。あーすごい撃沈、ナイス撃沈さあこの週の AT でもう2000枚超えたんで、もうちょっとでまあ行くんじゃないですかね、はいはい、あと70ゲームあるからまあ行けるでしょう。行けるね、はい、行きました ね、 これだね。次回予告祝福最高の次回予告だななに本当にその通りあ、エンディングですね、はい、バースデーパーティー。ボスバトルまであと178枚、はいはい、いや見えてるな、まんま見えてるね。あはい、はい、4626枚で、はい、4回目の全勝バトル、はい、通せば折り返しですね、はい、よし。ちょっとあんまり油断しないと思うか。さすがに大丈夫です。80、まあまあ、さあ5000枚超えましたよ。折り返したあるな。はいはい、バトルだね。5回目ですね。はい、負けられないよ。分かってますよ、うん、ああ、まずくないですかこれ。右取ろうよマジで本当にこんなのは頼むよ。あーでっか、すごいね。いいよもう右でよしもうすごいな、ハラハラやめてよすごい見せるねすんなりいかないすんなり勝たせてくださいよすげえ。6回目かな、はい、あと4000枚だとしたら800ゲーム消化すれば出るんで、まあ、ゴールド絡めたいよねやっぱ。絡んだらもうマジで現実的だ、もうすぐですよ。絡め方わかんないんだよなあ紫と赤だ。もうギアフラグじゃないですかこれ。本当だ。ちゃんリーチ目だ。おしゃれさまで金を備えてるんですか。マジ？音楽止まんのいいね。ずっと歌ってたのにスッとこの静寂が訪れる感じ。おしゃれ。
割とよくあるパターンなんでそのこと言うんですか。おしゃれだねそういう王道外さないあたりがおしゃれだ、ね、そうですね。いいものは継承していかないと。そうだね。はい、はい、6376枚、はい、で6回目のバトル、うん、いやそろそろ怖いですよ。怖いね。怖いけど大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。これはやばいっすね。あーでもなんか引いたぞ。ああとりあえずここは大丈夫。終わりはしないってことだね。昇格させたい。ああえこっからも昇格するの。まあするんじゃないですか。ああごときがだとしても負けられない。500だったらあと3000だからな。そうかそうか。きついよな。ちょっとジャンプアップ欲しいね。おーよかった。あ絶勝いきなりもらう切符が欲しい。欲しいですね。これ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 。こういうのでチャンス。まあ右引けばダメージでかいのかな、はい、右でいいよ。右でいい。うーんあーよかった1000。 あと2000。あー来ましたね。あったか。ちょ1個消したい。せめていけるけどな。追い込まれましたね。いや無理か。はい、あついに、6354枚、はい、6回目で失敗と、うん、ただまだ終わりじゃないですよ。まだ終わりではない、はい、このあと、うん、フリーズ高確率に移行します。おちょっと詳細出てないんですけど、うん、ここ書いてます ね、うん、この間にフリーズすればまた上位撃入るんで、これはもうラストチャンス。フリーズ引くか。フリーズ好きなんで俺もですよね、うん、みんな好きですよね。そうみんな好き。普通にフリーズしないかな。低確率でいいから。あるよ。激ムズ。むずいね。やっぱり難しい。普通の AT ではデンデンエジソンデンなんすかそれ。いやすごいじゃん。まんまい出したかったな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ最初に言ってた通り、うん、本当に難しい台でした。難しい台だったけどけど、まあ、その理由が分かりましたね。分かったね。はい、ジョイ行ったらすごい。すごいね。最初の1000枚からもうあの後何にも起きなくて全然ありだもんね。全然ありましたよ。だって あそこで引いてなかったらすごいです。あんな出てないですから。普通に負けて修行でしたから。そうだね。大違いです。何かを絶勝するっていう修行でしたから。で一応収支を。はいお願いします。はい、投資24000、はい、回収6108枚。素晴らしい。3枚がプラス5004枚。すごい、はい、いやこの番組勝てんすよね。勝ってるね。マジでシーズン3すごいじゃん。マジですごいですよね。神シーズン。神シーズンですよ。もう終わらせたくないこのシーズン。そうだね、はい、次の収録ももう楽しみですもんね。
勝てそうだから次だから3連勝かかってるからそうですねそう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 だそうだだから大事な大事な3連勝やってないからねまだやってないんですよね次は3連勝、うん、勝つもちろん万枚も目指しますんで、ね、帰りますか帰りましょうお疲れ様でしたお疲れ様でした、はい、ありがとうございましたありがとうございましたよかったよかったじゃん本当に絶唱するアメだった